私今月のお小遣いが全部。レンゲちゃんカフェ飯でも食べに行く？レンゲなんて取れないでいつも泣くんだから。制服、ゆうちゃんたちと同じ学校だね。そう、先月転校してきたばかり。1年みなちゃん。ニックネームは？デキー。なーに？あんたたち。お目が高い。これに目がくらんじゃったのね。でも残念。ルチャというのは空中戦を得意とするメキシカンプロレスの名称だ。登っていくよ。そう、話してる話。またいなくなっちゃったから、私もうすっごかったよ。必殺技最高、エアスピンドライブか。なんでミナも一緒にいんの？私たち、私あんまり行きたくないんだけど。私は行きません。私も行く。マキちゃんが行くなら。でもみんな今の言い方変。もしかして違う。ゆうちゃんやめてよ。まあいいからいいから、ここに座って。皆さん、何でも質問いいですから。写真ももちろん OK よ。バスト、いくつ？私は絶対人に借り。じゃあいいよ、チャラで。でしょ？ってお前何者だ？両親が好きでこのお店にはよく来るんです。あ、本当に芸能人だったんですね。苦労してるんですね。頑張ってください。でも誰も引き取り手がなくて。何これ？うん、おもろいのそれ。まあね。なんでじゃない、よく考えたら。でも勝てた、初めてかね。大丈夫かな。こっち向いて。もっと静かには。
さいよ。マキちゃん。よし。ミルクと哺乳瓶はないんですか？あります。で、あんた、この前の。でもらいたいんですけど。いいよ。私も行きます。ダメです。それに、マキちゃんのこと名前で呼ぶのやめてください。相川さんって呼んでください。相川さんです。ちょっとすんません。可愛い女子高生の皆さん、私の番ね。やだ、マキちゃん。マキちゃん。ザコはだから嫌なんだよ。そこのエアマスターの友達も。私はマキちゃんのエアマスターの恋人です。ほら、頼んでいいから。小説家なんですか？そう、超売れっ子小説家、南條レモン。私ほとんど読みました。ミミちゃんのラブインサイダー取引とか。この子の観察日記つけようかな。そうねって話しました。私はエビシューマイなんて食べたことないんです。だから一緒に食べない？餃子。お、こっちの彼女も一緒にさ。私は一言言いたいわ。え、何？とにかく腐った餃子のゲロみたいな番組が多すぎるね。そうだけどさ、あんた例えが下品す。おい、あんま舐めんなよ。いい加減にしねえと。うるさい。マキちゃん。本当何者この子。すごいすごいよ。マキちゃん、今行くわ。どんな病気でも私がきっと治してみせる。だから待ってて。なんだ、雨だ。マキちゃん。待ってください。いつものマキさんじゃありません。何か思い詰めたような。そういえば傘もささずに。マキちゃん、なんか変。マキちゃんのファーストキスの相手っていうか、マキちゃんが勝てなかった人。ああ、初めての相手は忘れられないっていうもんね。マキちゃんのファーストキスの相手は私よ。なだからマキちゃんは私のこと。精神崩壊を起こしかねない勢いだわね。追うのよみな。誰？まさかマキちゃん二股。マキの友達は突然人を襲うんだな。うわっ。
よかった、何もなくて。わからんって、マキちゃん、うん、あの人何と決まった、マキちゃん、うっす、マキちゃん、マキちゃん、もうすごい、やだ、行く、やだやだ、マキちゃん、リーチクイーンになるのよ。私だけかな、ごめん、ちょっと行ってくる。マキちゃん、こら、どこ行くよマスター。ちょっとエアマスター、どうしたのよ。私だけに話してくれた、マキちゃんの気持ち、崎山香織さん、私負けません。ねえ、すっごいことに気づいちゃったんだけど。何よ。うちらが勝ってもミナが勝っても賞金って、あ、確かに、うん、マキちゃん、私頑張る。最後のお題はモノマネだ。先行は中野谷ミナさん。ビーチクイーンになりたい、応援してくれてるんだもん。マキちゃん、マキちゃん、マキちゃん、私頑張る。よく頑張ったね。よしよし、よく頑張った。制服は2000円、水着は3000円、パンチラもあるが、これは売らねえ。ゴー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 。本物ですよね、中野谷美奈さん。ですよね。マキちゃん。あ、はい、チーズ。マキちゃん、マキちゃん。
ミナさん乗って逃げましょう。どさくさにミナさんの手を。逃げてください、俺死にます。私もマキちゃんに告白します。わかりました。行きましょう。皆さん、頑張って。皆さん、うれしいけど、どうしてこんなとこに。皆さん、ちょっとやばいっす。走れない。皆さん、頑張って。この女、まさにザ女だな。この女なら金ちゃんも気に入るかもしれ。ああ、んだ。とにかくこの女は金ちゃんとこ連れて行く。あとはお前らで始末しろ。なんだ。金ちゃんにこの女は紹介するよ。もう後で金ちゃんに知られず始末する。いいけどルックスいいもんね。軽くエアマスター様の力を見せてやんな。みんな一言。おバカな人。新生ファミレスラーズの誕生よ。ネイちゃん。まあ本当。でもさ、一週間前にいきなりプロレスラーになれって言われて、それでもマキちゃん昨日まで一日も休まず私らと遊んでたんだ。それ無理あるよ、ミナ。おーや、あ、場外乱闘ラットが、この人。ミナちゃん、ちょっと待って。うずく、マジ戦えて。マキちゃん、刺されちまったよ。先読む香り、いや、スピンから脱出した。
にバレちゃう。いるんだ。でも自分で探す。今から？うん。明日休みだし、みんなで探せばいいじゃん。ゆうちゃん、ありがとう。はい。なんでよ。外せない用事があるんだよね。外せないって。ここも違ったね。ダメ！マキちゃんち見つけるまで探す！あっち。ゆうちゃん行こう！はい、もしもし？あ、みちるちゃん？みんな、マキちゃんがワルダーに。マキちゃんがどうしたの？マキちゃんが？になったら。ワルダー、ワルダーって何？さあ。悪い人とマキちゃん、何してるの？会いたい。おかけになった電話は電波の届かない場所にあるが、電源が入っていないためかかりません。なんだ、わがな。地下にでもいるのかしら。どうしたの？ミチルちゃんもワルダーに。鳴ってるのに出ない。何やってんのよ、ミチルは。あれ、ミオリちゃん。そう。そんな。ねえ、ワルダーって知ってる？それってどこにいるの？ユーちゃん。寝たんだ。外せない用事っていうから。ミナちゃん、どうしてここに？マキちゃん、これから私たち牛丼食べに行こうってなってるんだけど。みんな私は遠慮しとくわ。魂の抜け殻だし。あれから会ってないもんね。マキちゃん、どこなの？マキちゃん、どこにいるの？マキちゃん、お食べ。エンゲン、どこにいるのよ？マキちゃんと何か。すいません。どこ行ってた？お前らこそ仲いいな。それ私のベッドだぞ。今日日曜日だっけ？わかんない。10代でもう曜日の感覚なくなってるぞ。私らロッケンローラーか？まあ何曜日でもいいんだけど、ミナちゃんはとにかく家に帰らなくちゃ。家まで送るからね。やだ。はい、ミチルちゃん。あら、じゃあ久しぶりに見た気がする。だんだん心配して損しちゃった。あのさ、今日日曜日。いいよ、何でもおごってあげられるように今なった。ねえみんな、久しぶりにいいでしょ？ダメ、負けちゃう。まずあいつが踏み込んだ。アイカ、一撃で。私が名前つけてやるよ、その技に。いいよ。マキちゃん。
戻らなかったら。マキちゃん、やだやだやだ。ダメ、レンゲも抑えて。ミナいなくなると今日の晩ご飯は駄菓子も食べられないわよ。大変だ。マキちゃん、でもいつもみたいに圧勝でしょ。当然です。ミオリちゃん、ちょっとあの子かわいそうじゃん。なんか今そっとしといてあげた方がいいと思うんだよね。だってさ、ミナだってこんな時はそっとしておいてほしいでしょ。今日くらいマキちゃん貸してあげなよね。でもでも、ミナ今すっごいブサイク。決まりでいいよね、レン。マキちゃん、月夜さん、今日はミナさんとの合コンですよ、合コン。マキちゃんの寝顔かわいい。なんて羨ましいんだ、エアマスター。マキちゃん、私も行く。何言ってんすか。次ミナさんの曲っすよ。じゃんけん勝ったらデュエットしてくれるって約束したじゃないっすか。自分には今しかないんすよ。マキちゃん、くそー、今日は飲むぞ。いるね、マキちゃん。マキちゃん、やばくない。頼んでミナちゃんのお医者さんに来てもらう。ミナちゃんに看病してもらってね。バギータカイ、そしてスタダ、明日リベンジだ。マキちゃん、嘘、マキちゃん私のこと覚えて。ミナちゃん、すぐ答えなよ。ミナちゃんめちゃめちゃビビ。レンゲ、向かうところ敵なしだね。じゃね、こっちこっち。レンゲ走りすぎ。またら。焼肉をおごって。お願い。エアマスター。なんで。うん。誰。誰だろう。なんで。おいしい。うんうん。マキちゃんと一緒だと何でもおいしい。うわあ。焼肉にはそんなドラマがあるんですだ。全部が勝負って言うんなら、あんたこの子の胸にどうやって勝つのさ。サイズは言ってやんなよ。105。あんた自身その胸を持て余してるんだろ。わかるよ。わかりますか。セリフ言える、あんた。私マジよ、うん、いるけど、うん、そんな携帯変わってほしいな、枕。皆口ゆきがどうした。
になったらマキちゃんのことになると見境ないんだから。ありがとう。何地面揺れてるよ。なんかすごいことになってんじゃない。もう少し。お前は俺に何か見せてくれるのか。新しいタイプのストリートファイターがいるんだ。エアマスターって知ってるか。やおやおや。デスボッター。